皆さんこんにちは。 AKB48 最年長で最長在籍の柏木由紀さん。主力メンバーが次々と卒業していく中で在籍し続けていたことから卒業はしないのではなどの憶測がされていたのですが、ついに卒業を発表し、ファンのみならず世間をも驚かせました。今回は柏木由紀さんの卒業発表についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。柏木由紀さんは1991年7月15日生まれ、鹿児島県鹿児島市出身。2006年12月3日第3期 AKB48 追加メンバーオーディションに見事合格し、今では AKB48 歴17年、まさにレジェンド級のアイドルです。そんな彼女はゆきりんという愛称で親しまれており、寝ても覚めてもゆきりんワールドに夢中にさせちゃうぞというキャッチフレーズでファンを虜にしていました。アイドルへの憧れが人一倍強かった柏木由紀さんは、 AKB48 の仕事についてはアイドルになるのが夢だったから、今やっていることは本当に全てが楽しいし精一杯全力でやれる、 AKB48 で活動しているのが一番楽しい、 AKB のメンバーの中でも一番楽しんでいる自信がある、卒業って考えられない、 AKB48 を解散する時までやりたいと語っていました。また仕事で一番好きなのは今も昔もファンの人の前で歌って踊ることと述べています。柏木由紀さんはアイドルとしてステージに立つことが大好きなんです。柏木由紀さんは歴が長いこともあり、グループをまとめる立場となり、まだアイドルとしてスタートしたばかりの若い子たちを見ていると、自分もまだ頑張らなければならないというやる気が出ると語っていました。アイドルとしてステージに立つことが大好きな柏木由紀さんは、憧れの人物として松田聖子さん、石川梨花さん、松浦綾さんを挙げています。その中でも石川梨花さんについては、ただ目標にしているだけではなく全てを自分のものにしたいと語っていました。柏木さんは歌って踊ることのみを貫いて生涯アイドルを誓っているので、とても珍しい人材です。そしてそのスタンスを柏木由紀さんなら生涯貫いてくれるだろうという期待が高まってしまうのも人気の理由といえます。ずっと卒業せず AKB を守り続ける、そう思われた柏木さんは10月20日日本武道館 3days 初日 MX 祭り AKB4860 セカンドシングル、アイドルなんかじゃなかったら発売記念コンサート、子さんも新規も大集合、何でもありの AKB デッセスペシャル公演でグループからの卒業を発表しました。 AKB48 史上初の30代メンバーがキャリア17年目でついに決断しました。柏木さんは、私柏木由紀は AKB48 を卒業しようと思いますと発表。会場がゲーとどよめきに包まれると、まあそろそろかなと思ってた方もね、メンバーもいたと思うんですけど、やっとこう卒業する決心がつきましたと伝え、今日もコンサートやってて、やっぱり本当に AKB の一員でいる毎日があまりにも楽しくて、メンバーとかファンの皆さんにも甘えてきてしまったなっていうのが本当に素直な気持ちですと胸中を吐露。元祖神セブンではなかったものの、結成当初から最盛期もグループの中心メンバーとして活躍し続け、2021年5月に最後の1期生だった峯岸みなみさんが卒業後も最年長としてグループを牽引、30歳の節目を迎えようとしていた21年6月にはテレビ番組で発覚した脊髄髄内腫瘍摘出手術を行い、約1ヶ月間休養したこともありましたが、無事に復帰、
年齢も一回り以上離れた後輩と共に切磋琢磨し汗を流してきました。20年2月にスタートした YouTube チャンネルをきっかけに新たな若い女性ファンも増やすなど、今もなお活動の幅を広げています。今月10日にはスタイルブック、いくつになったってアイドルを発売し、同日行われたイベントでは今ではアイドルは趣味とし、20代の頃とかは転職ですとか言ってきたんですけど、さすがにこんな長くやってるのって仕事の域超えてるなって、軽い気持ちではなく仕事を超えた本当に自分の心から好きなもの、楽しいって思えるものがアイドルなんだと思いますと語っていました。後輩たちに、みんなにこれからの AKB をもっともっと引っ張っていってほしい、そんなみんなに卒業を見届けてもらえたら本当に私は幸せだなと思って、このタイミングで卒業を決めましたと卒業の経緯を説明しました。卒業時期については、卒業コンサートを3月16日にピアアリーナでやらせていただくことになりました。活動は4月中の予定です。 AKB48 人生残り半年間楽しんでいきたいと思いますと宣言し、客席からは温かい拍手が送られ、今の AKB48 が一番大好きですと伝えた柏木さんは目元を拭っていました。この卒業のタイミングは最新シングル「アイドルなんかじゃなかったら」の発表の際に察していたファンもいたのではないでしょうか。柏木さんは以前にも卒業を匂わせる発言もちらほらあったようで、2月9日放送の「ダウンタウンデラックス」では「一回も考えたこともなかったんですか?」という質問に、何回かはさすがにちょっとそろそろかなとかはありますけどと発言していました。ただその際は明言は避けており、考えているうちに先輩がみんな辞めていって、一番上になって楽屋とかも用意されるし居心地いいな、というか辞められなくなったと微妙な心境を吐露していました。アイドルライターは、今回のコンサートで予想されるのは柏木の卒業発表かグループの新体制発表あたりではないでしょうか。19期生の募集発表も考えられますが、エースの本田仁美が卒業を発表しており、仮に柏木が卒業発表すると残ったメンバーだけで19期生を育てていくのには不安が残ります。そもそも今年に入って関連グループ合わせて50人が卒業を発表してますから、それより先に既存メンバーの認知度アップやグループの体制を整える方に時間を費やした方がいいでしょうと語っていました。この発表を受け、ファンは AKB 自体が解散だったらどうする、これは卒業発表来るな、解散総選挙のサプライズなど様々な憶測を挙げていました。2006年に AKB48 に合格し、現在も一般的な知名度が非常に高い柏木さんの卒業は、今年の AKB48 メンバーの卒業ラッシュの中でも重大な局面を迎えたと感じます。2021年には WACK とのコラボレーション、柏木由紀なりの WACK を行うなど、 AKB48 の中でも対外的な顔であったのが柏木さんでした。そしてハードなダンスが話題を呼んだ2021年の「根も葉もルーマー」でも選抜メンバーであり、最新曲「アイドルなんかじゃなかったら」でも選別メンバーを務めていました。卒業までの日々が充実したものになることをお祈りします。いかがでしたか。今回は柏木由紀さんの卒業発表についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。